さんがね世界で一番好きな曲、桑田さんのね頭の中に残っている最古の最古最も古い音楽的記憶は何なのか。難しい言い方するね。どうも佐々木でーす。こんにちは、ミカエルでーす。みなー佐々木だよいいですか。で今日は何ですか。今日はですね、はい、今日はね桑田さんがね世界で一番好きな曲、世界で一番、あ一番好きな曲、もうちょっとやめてくれ、一番曲にもう分からへんになってきたやんか。もう静かにしてくれる。静か、はい。桑田さんがね世界で一番好きな曲についてお話ししていきたいと思うんですけれども、はい、なぜ世界でその曲が一番好きなのかっていうその理由もね最後にお話ししていきたいと思いますので、最後までご視聴いただければ嬉しいです。その前にですね、チャンネル登録、ベルマーク、いいねの方もねよろしくお願いいたします。それでは早速始めましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。桑田さんがね、うん、はい、世界で一番好きな世界ナンバーワンの曲だと思ってる曲とかもあるわけですよね。それを楽しみです。最後に今教えてもらえないですか。はい、それは最後なんです。はい、わかりました、はい、楽しみにします、はい、でその発表する前にね、はい、もうちょっとこれもねすっごくとても興味の深い、はい先生、はい、いいですか。すいません、はい、いいですか、はい、ミカさん、今日なんかすごく肩出てるんですけど寒くないですか。これね、この分ね、はい、ちょっと高かったか、この分安くしてもらった。なるほどね。お得ですね。はい、ここはね、はい、ちょっとそんなわけないやろ。そんなわけないやろ。これデザインね、まあ、ちょっとなんか、いや、本当にここ毛糸が足りなかったんですよ、ここ。そうですね。ほんまやねんって。だからこういうデザインで、なるほどね、はい、はいはい、すいません、はい、でね、まだこの興味のあるお話なんですけれども、はい、桑田さんのね、頭の中に残っている最古の最古の最も古い音楽的記憶は何なのかっていう感じ。難しい言い方するね。最古の音楽的記憶、はい、幼い頃に覚えてる一番古い曲ね、うんうん、そうですそうです、はい、そういうことなんですよ。難しい表現やな。多分桑田さんがそれを表現してるやろうけどね。で、はい、佐々木さんに聞きますけど、佐々木さんは何ですか、はいはい、一番古いその音楽的記憶の曲。ああ、そういうことね、うん、なんやろ、こまっちゃんの、はいはい、山本リンダさんですよね。人に誘われる、はい、あ、そうそう、山本リンダさん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 、めっちゃ親しそうやね、山本リンダさん知ってる、その曲あったよね。あったで、あったよ、うんうん、そう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 、多分僕、2、3歳ぐらいやったんじゃないかなと思う。聞いたくせにめちゃめちゃ興味なさそうやんか、それって。で、私はね、はい、石田あゆみさんのブルーライト横浜か、まあ、君は仮にね、そうそうそう、それか由紀さおりさんの夜明けのスキャットかな、どちらかかなって感じなんですよ。あのなんかルールールとかラーラーラーとかすごい綺麗なというか、はい、あれあれかな。初めて見たのショッキングだったけどね、なんなんこれって。あれですね、私なんかそんな気がするんですよ。なんかあったあった、ありましたよね、確かに、皆さん気になってると思うんですけど、桑田さんですよね、桑田さんの最古の記憶、そう最古の、はい、音楽的記憶の曲、遺跡でも発見者みたいな言い方だけどな。有楽町で会いましょうと、はい、南国土佐を後にして、あのペギ葉山さん、はいはい、いや知らん、誰かで残しなんかです。ペギ葉山さんは知ってますよ、うん、ペギ葉山さんが南国土佐を後にしてを歌ってるということが、まあ有楽町で会いましょうがフランク長井、フランク長井さんが歌ってたっていうのはなんとなく覚えてるかなって感じだけど、南国土佐はペギ葉山さんっていうのは記憶的にもない、はい、南国土佐を知ってる、はい、ペギ葉山さんも知ってる、はい、これがガチャンコするのは絶対なかった。だから桑田さんはその2曲かなって言ってはるんですよ。僕らはやっぱりちょっと年上だから、ちょっと違うよね、はい、そうですよね。私ね、桑田さんがね、よく言うじゃないですか、すごく影響を受けた番組のこと。影響を受けた番組のこと、はい、すごく影響を受けたっていう番組ですけど、違う、まあそれもあるかもしれないけど。でしょ、大いにありそうやね、桑田さん。でしょ。シャボン玉ホリデーってよく言うじゃないですか。あ、シャボン玉ホリデーね、そっちね、はい、音楽系ね。そうそうそうよ、エロ系じゃなくて音楽系、ね、そう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 、はい、覚えてますよ、シャボン玉ホリデーって。いやごめん、シャボン玉ホリデー全然覚えてない。私は全然っていうか、全然って言っていいほどあんまりよくわからない。全然って言っていいほど、そうなんですよ、桑田さんがシャボン玉ホリデー、うん、シャボン玉ホリデーとかでね、そう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 、うん、
時々こうちょい言うから、うん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 、そんなシャボン玉掘りでというフレーズは聞いた記憶があるなって感じだけど、うん、番組ではあんま分からへんの。だから番組の中ではそのザ・ピーナッツさんとかが歌ってた曲とかはかなり大きな影響を受けたと桑さんは言ってますので、ザ・ピーナッツね、だからザ・ピーナッツさんもあんまり知らないの。スイーツね、タコのね、タコさんですよね、タコちゃん で、はいはいはい、でどんなのかなと思って知らないか YouTube でやっぱちょっと調べてみたんですよ、見てみたくて、キョロキョロじゃないですか。そりゃそうね、じゃないですか。だからやっぱりすごいですね、ザ・ピーナッツさんってめっちゃくちゃ歌うまいんですね。うまかったよね、ハーモニーがめっめっちゃすごいなと思って、めっちゃ素敵ですね。ゴジラの鐘も出てたね、モスラの歌を歌ってた、モスラあ、でもその歌は知ってる。はんにゃはんにゃはんなはい。そのシャボン玉ホリデーってその、ねはい、1961年から1972年までなんか、おー長いことやってたね。長寿、ねはあ、番組だもんね。そうですよね、でまあ、もちろん出演者がザ・ピーナッツさんでしょ、はい、で花はじめとクレイジーキャッツ、クレイジーキャッツみたいですね。ドリフターズもなんかこうね、バンドやりながらコメディとかもやったし、花はじめさんもね、そうクレイジーキャッツもやっぱりこう本格的バンドでコメディができるみたいな感じだよね。そうですよね、はい、でなんかまあ放送時間がね、日曜日の6時半から7時の30分間でね、回数めっちゃすごいですよ、591回、591回、あと9回しとけよ、9回しとけば600やな、ね、でも桑田さんがね、だからシャボン玉ホリデーの番組は歌って踊ってコントやってと言ってたので、はい、だからスマスマやん、スマスマやん、うまいこと言うわ、スマやね、スマスマやん、歌って踊ってコントやってだからまあ私も YouTube 見た時に、はい、本当にまさにそういう感じでしたもんね、ザ・ピーナッツさんが歌って、はい、ザ・クレイジーキャッツさんがなんかもコントしてっていう感じでしたもんね。桑田さんが、ねまあ、そういう番組を見てすごく影響を受けたんだなっていうか、なんかすごく嬉しくてなんか勉強になりましたね、その YouTube 見て。さっきあの言ってましたけど、はい、桑田さんが世界で一番好きな曲とは何かっていうのをね、ちょっと発表していきたいと思いますね。楽しみに待ってました桑田さんが、うん、世界一、うん、もう本当に大好きっていう曲、うん、そうですよね、何ですか。はい、それはですね、イタリア人ニーナが日本語で歌っている、はい、砂に消えた涙だそうです。おお、イタリア人のニーナさんが日本語で歌っていた、うん、はい、砂に消えた涙、はい、聞いてみたんですけど、はい、まあ、もちろん知ってる曲ですよね。まあ、聞いたことあるなって思って、日本語で歌ってて、すごい可愛らしい声で歌ってましたね、皆さんがね。はいはい、でもこれでなんか平田美恵子さんとかも歌ってたりとか、竹内まりやさんとかも歌ったりとかするけど、もし間違ってたらごめんなさい、なんかちょっとそうだと思うんですよ。はい、そうですよね。桑田さんがね、はい、まあ、なぜ世界で一番好きな曲なのかって言いますとですね、まあ、桑田さんは茅ヶ崎生まれじゃないですか。茅ヶ崎生まれ。そうですよね。はい、で、まあ、家が海近くてですよね。でなんかちょっと行くと海水浴場があるということで、はい、あの海水浴場のスピーカーからね、まあ、BGM として、あ BGM、ね、うん、この曲がよく流れてたということなんですよ、はい、よく耳にしてたんでしょうね、耳にしてたんだね、だから素敵な曲だから、うん、やっぱり世界で一番好きな曲だと言ってるみたいですね。はい、かわいいミーナという曲あるじゃないですか。ミーナはイタリア人の歌手のミーナさんから撮ったと言われているんですよ。あ、かわいいミーナのミーナさんから、うんうん、へえ、そうなんや、まだの、まだの、まだの、何、砂に消えた涙にも、はい、そんで桑田さんのね、かわいいミーナにもね、熱いキスというんですね。熱いキスでもうやんやくもうやん、そうです、はい、その熱いキスっていう言葉、はい、歌詞が両方とも入ってるんですよ。砂に消えた涙の方にも熱いキスが入ってる。そうですそうです。なるほど。はい先生。はい、ありがとうございます。砂に消えた涙と、はい、かわいい、かわいいミーナと、はい、先に出てるのは砂に消えた涙ですよね。そうですよね。砂に消えた涙。涙が、もちろんそうですよね。当然先に。そりゃそうです。そりゃそうです。出てますよね。うんうん、熱いキス。はい。拝借した。ちょっと拝借した。ちょっと拝借しちゃった。そうめっちゃ失礼でそんなこと言うた小松さんに。いやでもまあちょっと参考にちょっと使わせてもらったっていう。それね、絶対それ違うと思う。違うの？いや、私が思うのは、桑田さんはね、やっぱこの砂に消えた涙っていうのは、本当に失礼としてると思うので、だって世界一一番好きな曲なんですもん。いや、確かに。じゃないですか。はい。ですから、この曲をすごくリスペクトしてるので、はい、で、この可愛いミーナにもその同じ言葉を、
ね、歌詞をね、しかったからリスペクトしてるっていうことですよ。リスペクトしてるからこそ、はいはい、一言この熱いキスっていう歌詞を入れたいんです。入れたかったっていう。そういうことですよ。はい。私は思いますけどね。うまいこと、さすが言うわ。すみません、謝ってくれる。もうそれめっちゃ失礼やねんけど。どうもすみませんでした。もう絶対それ、失礼やと思うわ。もうめっちゃ失礼やねんけど。はい、ということで今日はですね、はい、深谷さんが小原さんの最後の曲をね、はい、教えていただいて、世界で一番ナンバーワンだと、はい、好きな曲ですね、好きな曲、砂に消える涙をね紹介していただきましたので、はい、その感想とかぜひコメント欄でお願いいたします。はい、皆さんのね、視聴者していただいている方の、はい、あの一番古い最後の曲、記憶は何かまた教えてください。そうですね、視聴してる方コメントでお願いします。僕は困っちゃうなですね、あれ、はい、曲名って困っちゃうな、あ、だと思いますよ。困っちゃうなじゃないですか、まあ、きっと、まあと思いますけど、それは応援はあんま覚えてないです、ね、はあ、あなたの一番最古の記憶、はあ、ね、難しい言い方してますけど、一番幼い時に覚えてる曲ですよ。はい、はい、お願いします。コメント欄でよろしくお願いします。はい、いいね、チャンネル登録、ベルマークの方もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いします。